ノストラダムス関連人物の一覧は、ノストラダムス本人や、その主張、ミシェル・ノストラダムス氏の予言集などに関連がある人物の一覧である。ノストラダムスが何らかの秘伝を受け継いだ特殊な家系の出身であるといった類の続説は、現在までの実証的な研究の結果、ほぼ完全に否定されている。ノストラダムスの兄弟のうち、弟のピエール・トレイは、 名前と職業しか伝わっていない。二人目のジャンに至っては実在性自体が定かではない。手書きの蔵書院やペーレスクとセザールの往復書館で間接的に言及されている情報などをもとにしたエドガール・ルロワやミシェル・ショマララの調査によってノストラダムスの蔵書はいくらか特定されている。彼の蔵書に含まれていたのは次の人物たちの文書である。 可能性がある人物も含む。ノストラダムスの予言と称する遺書は、過去無数に出されたが、ここで扱うのは、不当に、ノストラダムス星を名乗った者たちである。文学、歴史学、諸子学等の見地から研究書を刊行したことがある、もの。もしくは、ノストラダムス予言や、その解釈者たちに対して会議的、批判的な著書を刊行したことがあるもの。なお、 公室の参考文献欄にある署名については、原哲を省略した。ノストラダムスの死から、未来の情景を読み取れるとする立場で、著書を刊行したことがあるもの。なお、分類上、ノストラダムスの例から託生を受けたと称するものも、解釈に含む。ノストラダムスの予言解釈を行う信奉者は、現在では膨大な数に上るが、19世紀末までは、 各世紀ごとに数人程度と非常に限られた数に過ぎなかった。そして通説や伝説の大半はそれらの注釈者たちによって形成されたのである。16世紀17世紀18世紀、ノストラダムスの鍵19世紀フィクションとして、ノストラダムスを主題とする作品を刊行したもの、もしくはタイトルにノストラダムスや、 それに準ずる名称を含む作品を刊行したことがあるもの。ありがとうございます。